絶対ないと思わないでください。ネットのトラブルはしょっちゅうですから、安定した環境ではないんですよインターネットは。だから常に save your work。 OK ですよ。はい、では次のニュースに入らせていただく前にちょっとお詫びをしたいと思います。なんか、ネットの環境にトラブルがあったようです。最後の5分間はつながっていなかったようですから申し訳ございません。私たち以上の、レベルでこれは起こってますのでコントロールできません。それでは、次の、ニュースに、入りたいと思います。インタビューです。で、エハン地区で実は今まで2回行いましたインタビュー。で、なぜインタビューをするかと言いますと、私だけの話ではつまらないと、他の方々のご意見と経験の豊富な情報もありますので、実際に一番最初に登場していただいたゲストはもう一回今日登場していただきます徳江さんですが、前回の話は超古代日本の文明についてのお話だったわけで、非常に注目された内容ですね。今日のトピックは禅です。座禅の禅です。私はこの国に、到着する2年前から19歳の時から禅について勉強し始めまして、実際に座る練習をし始めたわけなんですが、日本に到着すると、私は、鈴木大拙貞太郎先生の本英語でいっぱい読みましたんで、彼の宗派は臨済宗だったので、総本山は大徳寺なんですね、京都の大徳寺ですので、私も含めて大勢の京都の外国人は英語のしゃべれる小堀老師のもとで勉強しに行ったわけなんですね。大徳寺は臨済宗なんで、臨済宗はご存知のように、公案を活用するわけなんですね。しかし今日の話は僧道宗なので、実際にお坊さんだった徳江さんの話を聞かせていただく前に、最近 NHK は永平寺のドキュメントがあります。これは日本語ですから私は黙ってもいい。東京の表玄関、東京駅。駅長室に趣深い扁額がかけられている。無事大本山永平寺第76世館主畑永玉禅師の記号である。東京から北西に直線距離でおよそ300km、越前の白山麓に曹洞宗大本山永平寺がある。1244年新山幽谷のこの地に道元禅師によって開かれた禅の修行道場である。静寂荘厳な環境のもと、雲水の一日は洗面、朝夕の座禅、勤行、行髪と呼ばれる食事、そしてサムと呼ばれる労働に明け暮れる。このすべてが修行である。
その修行の細部に至るまで、創建以来およそ800年、脈々と継承されている教えに貫かれている。止観多座、ひたすら座禅する、その教えとは、己と静かに向き合い、人として生を受けたこの身はただただ大自然の一部であることに覚醒することである。境目を捨てる、それが禅の修行である。その祈りは世界和平、国土安穏、万民安楽、人々に生きる力、心の安らぎを与え続けること、日々の懸命な精進の果てにもたらされる境地である。健康で元気に、過失もなく、普段と変わりなく、それが無事という文字に込められている。越前加賀の長い歴史の中、この地に根ざした暮らしがある。それは自然への畏敬、そして感謝に基づいた心の文化。越前加賀宗教文化街道、この道は誰もが願い、そしていつか来た祈りの道、ホワイトヒーリング。永平寺のご紹介でした。ご存知の方もいらっしゃるでしょうと思いますが、日本の文化の背景にこんだけの歴史、13世紀ですよ、このお寺の源はね。ですので、今日はですね、大変ラッキーなことで、実際に永平寺で、修行を なさった、徳永さんは今日いらっしゃいましたので、ぜひいらしてください。どうぞ。これ2回目のインタビューだね。そうですね、はい、ありがとうございます。どうも。なんか懐かしかった、今の映像を見て。まあそうですね、まあそうですね。ほらやっぱダイジェストでいいとこだけを、うん、あ、いいとこだけ、あの、座禅してる姿は外壇と言いましてね、ああ、まあ、一般の人も入れるところで、内壇という、あの、禅僧だけが修行する場は絶対取らせないんです。ああ、なるほど、どう違うんですか。いや、そこはもうやっぱりこうプロの坊さんの聖域ですから。あ、いっぱい、あの、こう座禅室姿のところは廊下みたいなところで、そうでしたね、食事の用意したりなんとか、いろんなことでこう出入りのあるところですから、あの、一般の禅僧が修行してい いる内壇という内側は総理大臣といえども入れないなんてね、当時言うぐらい。この表現みんなご存知でしたか。内壇ご存知でした。新しい日本語ですね。あの、幕の内側です。ああ、なるほど、なるほど、じゃあ聞かせて、ください。まずそもそも禅坊主になろうとしたその動機は。まあ、これを語れば長くなるんだよね、もう時間的に。まあ、私は北朝鮮から引き上げてくるときに、引き上げられたんです。引き上げ、あの、終戦後ですね。で、その時に、あの、兄が亡くなりまして、はあ、で、そのお前はその生まれ変わりだ生まれ変わりだってこう言われながら育ったんで、うん、自分というものと兄というものの魂のこの葛藤というんですかね、はあ、兄ならどうしたかなということだけをずっとこうトラウマみたいにこう思っているものから、はあ、どこか解放されたいという気持ちがあったんですかね。はあ、はい、そうでしたか。まあ、ちょっと個人的なあれですが、うん、いや、でもね、やはり、そういった強い動機がないと坊主になるなんて絶対ないわけですね。ね、そうですね。確かに道元は
8歳の時だったかな、お母さんの死んだ後で、はい、一本のお香から煙が出てる風景を見て、ものすごい心の中で変化が起こって、はい、もう坊主になるんだと。8歳ですね。だからそういった強い動機があってこそ、何か後日となって実るでしょうと思いますが、その次の流れを何歳お入りになったんですか、この寺に。いやいや、この寺に入る前にやっぱりその当時あの日本の禅僧の中でこの得意な存在と言われた沢木光道という方がいらっしゃって、沢木老師の下で勉強したいと。で当時あの駒澤大学の仏教学部禅学科の教授をなさったんで、で一般の大学に行かずにその駒澤を受けて入学手続きをしたらもう亡くなったんですよ。あ、自分はなんか縁がないなと思いながらも、だから沢木さんの弟子がいっぱい、まあ、教授やなんかにいましたけども、どっかこう自分で作り上げたこう、この偶像みたいなね、この方はという思いがなくなって、その次 の, その弟子、まあ、有名な方々ですけど、どっか違うとかね、こう批判的なところがありまして、だから大学はまあ専門のあれですが、だからじゃあ永平寺行ってみようとかね、あのこうしてみようって全国回ってみようって、まあまあプラプラした時期があるんですよ。いや、その先生の話もっと聞きたいんですね。やっぱり素晴らしい先生だからこそ彼のもとで勉強したいわけで、でもなくなった、その素晴らしいところっていうか、なぜ彼、まあだから一つはその本の世界とか聞いた話ですよね。お会いして直接こう感動したわけではなくて、な人間の頭で作り上げた多分理想像を追っかけたんでしょうけども、うんうん、まあ当時あの宿なし行動なんて言われて、寺も持たず妻も持たず、ただひたすら全国を暗夜しながら座禅するという。あ、そうでした。そういういわば先生で。あ、そうでした。でこの方があの熊本の万日山というお山で修行している頃に、当時の五校の生徒がよく遊びに来たんだ、前の高等学校。その時の教え子の一人は佐藤栄作で、だから沢木さんがその駒澤大学の教授になるという話、文部省は小学校しか出てないやつが大学教授っていうのはいくら私立でも認めないというふうに言われていたらしいのを、まあ時の実力者の佐藤栄作が見て、何、沢木さんがその教授に なられるのかと。でも文句なしに印鑑をして大学の先生になられたという逸話のある方で、だから後 の, その総理の佐藤栄作なんかが学生時代に佐々木さんの元に遊びに行っちゃ座禅していたという逸話の持ち主ですよね。昔の総理大臣はすごいねそうですね今はそういうことやるのかなと思って、まあ今もあれじゃないですかね、小学校しか出てなかった大学教授ってわけにはいかんでしょう、論文を何枚書いたらどうだという規制がありますからね。そう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 、だから実力はちょっと関係ないような気がしますね、はい、いやでもさすがにそういう先生にほとんど出会ったというんでしょうかね、残念ながら亡くなった、うん、だから入れ替わりみたいなものですね。入学手続きをする年に亡くなられて、あ、でそれはね、私1年浪人してね、なかなか坊主になって言いづらくて、まあ親にもで、ちょっとグズグズしてる間に逃したって。これは何歳の話ですか。だから高校卒業 しての話ですね。その十何歳の話だけど、まあ、あの坊さんになりたいと思ったのはもう中学の時。あ、その坊さんになりたいなりたいという、その時のいわゆる理想像ですかね、どう思っていたんですか、坊主になることに関しては。いやだからそういう魂とか自分はどこ行くのかとか、なんかそんなことぐじぐじ言ってると、お袋はね、うん、そんなことばっかりぐずぐず言うなと、そういうのを考えるのは坊主の役割だと言われたんですよ。あ、まあ、まさかそれでお袋は私が坊主になると言うとは思わなかったんでしょうけどだけどそのやっぱ坊さんになるっていうのはね、一般のサラリーマンの家ですから、ああ、なかなかこう言いづらくて。なぜ言いづらいですか。なんとなくね、ああ、やっぱりそのあんまりかっこよくないことですか、あの当時。まあこの うちの家系っていうのはそのまあ勉強するやつが多かったんで。ああ、なるほど。それに比べれば坊主になったらどったことないという考えだったの。いや、なんとなくやっぱりね、
そのまあ親父なんかはその北朝鮮に行って朝鮮窒素ってまあ後で水俣病を起こす窒素のね、その社員ですけども、当時は東京帝国大学を出なかったら受験資格がないっちゅうぐらい、まあ難しい会社に行ったという。なるほど。だからもう社宅というところには東大でっていうのがゴロゴロいるぐらいの当時は会社だったんで。なるほど。そこでその駒沢の仏教学部っていうのはちょっと言いづらいところが多少あったんですよね。だけどやっぱりそうグズグズしているおかげで、おかげで少子というか、そういう死に出会うきっかけがなくなったと。でそこからいろいろ旅をしたり、その俗に言う少子というものをこう求めていけば行くほどになかなか出会わないっていうか、やっぱり縁ができないんですかね、うんうん、立派な先生も いっぱいいらっしゃったんだけど、でまあ英治っても、その当時駒澤大学の卒業生が全部行くわけですから。なるほど。全部先輩とか後輩だけの集まりで。なるほど。一般人っていうのはほとんどいないんですよ。ああそういう社会だったんだ、ね、ですからこう、うわ大変ですねっていうけど、全部だって同期の集まりみたいなところがあるから、いやだから甘えられるというんではないけれども、意外に、ね、知らない世界ではないんですよ。なるほど、ね、じゃあ実際に、お寺に入った年齢は何歳でした？いや ですから行ったり来たり行ったり来たりしてるのはあれですから、ずっと一箇所にいたという、まあ私の友人なんかで何年もいたやついますけども、どちらかというと落ち着かない、うんうん、あの何かこれは違うというこう思いがあって、うん、日本全国回らない県はないちゅうぐらいに歩いたことあるじゃんですがね。ただあの禅宗というのは12月の1日から8日までと2月1日から8日まではまああの老髪接心つってお釈迦様が悟りを開かれたのを記念して、どこにいても1週間座禅をしっぱなしという行事をやるんですよ。で2月は涅槃会ってそのお釈迦様が亡くなったその法恩の感謝の接心って座禅をひたすら朝から晩までやるという、だからどこに行っても必ず12月と2月には永寿に行って座禅するという、そういうのがね 7,8 年続いたんですかね。だからさすがに運水なわけですよね、その生き方は。本当の昔のお坊さんの生き方は運水と呼ぶぐらい、そうですね、もう点々と移動する連続でしょ、ええ、巡礼者なわけなんですよね、うん、一つのお寺に、うん、あのずっと定着する必要もなければ、やっぱり昔の人間はいろんな先生に会ったり、いろいろ訓練したりしたじゃないですか。だけどどうもね、私の場合はこう理想像というのを持ってそれを追っかけながらこう行くから、本当の定着したじっくりした修行では実はないんじゃないかなと、うん、それはお前の妄想をかけてんだよとよく言われましたけど昔の人も運水でしたっていうことで、やっぱりある場所にこう留まってものすごい修行したっていう時期があるんですね、うんうん、死に仕えて、そういう意味ではあのいつまでも我を捨ててないというか、うんうん、これは違うとかね、うん、こうあるべきだという自分のほら理想をかけてるだけの話で、うんうんうん、よく怒られましたよ。でも、はい、今の日本という環境においてこの禅を選択してそういった精神性のある夢を追いかけていくなんて多分どうだろうね。今の日本を見て例えば禅に関してどういうふうに思いますか？うん、あのね、お寺というものをこう経営する、まあ、サービス業じゃないけどお寺というのを維持するのはもう大変なんですね、人を集める意味でも。で特に嫁さんがいるとある時期はね恥ずかしいとかおかしいなんていう時期もあったんだけど、草むしり1個考えてもその掃除1つ考えても接待1つ考えても女手がなくて寺を維持するっていうのは大変なんですね。ですからその大変な寺を守るっていうのはまあ非常にありがたいことですよ。でそれを資格を取るためには明平寺とか宗寺寺とかその本山に行って修行するということ以外ないわけですから、だからまあ私みたいに途中でその出家して何人かいましたけどね、大蔵省辞めて北だとかね、俺は元富士銀行だっていう変わり者もいたけども、
ほとんどはやっぱり後継ぎなんですよ。ああ、後継ぎですか。あのお寺のね、うんうん、だから後継ぎで、お前なんで来たんだって言うと、いや永平寺2年勤めたらあの赤いスポーツカー買ってもらえるんだとかね。でまあ、バカかお前はと当時こう自分でこう思うこともあったけど、だけど赤いスポーツカー1台ででもね守るために2年間修行するっていうのは今はね、あ、必要だなとかね、尊いなと、尊いなと、いやいや、それでなかったらねすごい千数百年もね守れない、うん、そうですよ ね、いろいろあるからね、だから幅広くこう裾野を広げることによってこれはっていう人が出てくるんですね、まあ道元禅師はその一行半行説得しって一人でも二人でも本物を作れって山にこもられたけども、今の時代に一人でも二人でもって言ったらやっぱ耐えちゃうところがあるけども、幅広く毎年何十人もその坊さんを養成するという中にこれはってやつがこう芽吹いてくるという教育もあるのかなという目で見たらね、あの批判はできないですね。スポーツカーなんとか嫁もらうためにお前寺をというとみんなバカにする人がいるけども、やっぱり嫌だと思う中で砂をかむような思いの中で、でもって言ってこうその包縁っていうんですかね、その縁で結ばれて守っていくという人たちがいるからこそ、まあれだけの伝統が守られてるわけですからね。いやありがたいお言葉ですよ、あの西洋に置き換えますと、例えば私はこの年になってからですよ、教会行くようになったわけなんですね。で今まで教会に対してどれほど批判したのか、こんなバカげたあのローマのもうこんなゴージャスなコスチュームを、何これキリストの教えだと、かなり批判したわけなんですが、先ほどおっしゃったようにそのシステムの中からとんでもない、とんでもの人が出てきたり、ものすごく大勢の人に影響を与える可能性はないわけではないから、まあまあ赤いスポーツカーでもね、あの許されるでしょうと思われます。だって13世紀からずっと続いてるシステムなので、これはバカにできないと思いますね。しかしちょっと座禅のことをクローズアップしたいと思うんですが、今瞑想ブームなんですね、はい、日本はね。でそこでちょっと皆さんのために一般的にメディテーションと呼ばれるものと座禅とどう違うかという、ちょっと識別しないといけないと思いますのでお願いできますか。まあ、逆に言うと私は一般で言う瞑想というのはあんまりよく知らないんですがただあのもう字で見ればね、瞑想ですから明というのは暗いという字ですね、明快の明は、まあ、はっきり言うと目をつぶると、目をつぶって何かのイメージ層を思い巡らすという、あそういうよう な, 語源はそうなんだ、ね、意味ですね、これはあの座禅というのはその思いを追っかけないというやり方ですから、一番の違いは、まあ、瞑想は目をつぶる、座禅は目を開ける活目ですからね、目を常に開くべしとこう道元禅師言われてる。目をつぶるとね、どこにでも逃げれるんですよ。確かにあの苦しくなるとね何時間もやってるともう苦しくなると、こうやって初恋の美代ちゃんを呼んでみたりねあの頃の修学旅行は楽しかったとかっていう、この何かを物語を追っかけてるのはね楽なんですね。経験がございます、うん、僕は目をつぶるとだそれはだから妄想をかけてるんであって座禅してるわけではないわけです、だそういう思いは出てくるのは脳の仕事だからしょうがないんだけど、出てくるそのある種の思いとか映像とか考えを追っかけてこう物語を自分で作らないっていう作業ですから、だから無念無想というのは寝てる姿ですよね。無念であり無想であるということはほとんどないんで、何かパチ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 思いがこう流れていくものに色付けしないというのが多分座禅。瞑想というのは目をつぶるんですから、その歯止めがなくてどんどんプラスイメージとか明るいとかね、そういうこう脚色がつけやすいんで、脳の作業を捨て去るということがちょっと違うのかなと、いやあの確かにね、私は毎朝座ってるわけですが、毎朝同じバトルなんですね、まだ眠いわけですから、ちょっと目をつぶっていこうということで楽になるから、
楽になることは間違いない。逃げられるわけですから、うん、だから皆さん、見ていただいた皆さんはいかがでしたでしょうか。もうすでに30分終わってしまいました。瞑想と座禅の違いについて、プロから、聞かせていただきました。だから、瞑想という言葉をね、ちょっと言いますと、目はさっき言ったように暗いですね、目をつぶる、うんうん、でこれはその明るいという字にもなるんだよね、目と、ね、そうですね。しかし反面、迷うという字も目ですから、目という音の中には暗くなる、明るくなる、迷うといういろんな要素を脳を通じて、脳の働きというのは目を開けることですから、あ、つぶることですから、つぶるとイメージが構築しやすい。目を開けると、お前今どこにいるんだ、今ここだという意識をしっかりこう据える。かといってガーッと睨むわけじゃなくて、全体を眺めるという、目を落とすというか、ですから世の中にある仏像というのは、目つぶってる仏像というのは多分一体もいない。仏様は必ず半眼というか目を開けてますし、で手を必ずこう陰を組むというか、最近あのラグビーで五郎丸さんがこうやってやってる、あれも神道の多分陰の一つでしょうけど、出所は。ですから必ずあらゆる仏さんは手で表現する、目を開けるということをやる、その辺がやっぱりこう、まあ、座禅と瞑想というもののちょっとした違いかなというふうに私は感じてます。ありがとうございました、はい、どうも。貴重なお話、またぜひいらしてください、はい、ありがとうございました。じゃあ終わらせていただきます。座禅の話でした。